こんにちは、森美術館館長の片岡真美です。森美術館は10月18日に20周年を迎えました。この20年の間に60本近い大型企画展、70以上の小企画、そして2000本近いラーニングプログラムを開催してきました。そこに約1600人のアーティストを世界各地から招待し、1870万人以上の方々においでいただきました。森美術館から多くの都市に巡回展も送り出しまして、世界各地の皆様に森美術館の企画をご覧いただけたことを大変嬉しく思っています。20年という時間は美術館の歴史、あるいは人類の歴史の中では決して長いものではありませんけれども、一つの区切りとしてここまで成長できたことを大変嬉しく思っています。ここまでの時間を共に歩んでいただき、ご支援いただきましたアーティストの皆様、ギャラリーや美術館などをアート関係者の皆様、森美術館のメンバーシップ、マムシーの法人及び個人のメンバーの方々、展覧会にご協賛いただきました、法人及び個人の方々にも改めてお礼申し上げます。そして共に展覧会を作ってきました、輸送や、設営、そしてデザイナーや記録の方々、さらにはギャラリーの監視や警備の方々、歴代の森美術館のスタッフの皆様、改めて御礼を申し上げます。この間、世界もミュージアムも大きく変わりました。昨年夏にプラハで開催された国際博物館会議での新しいミュージアムの定義では、多様性、インクルーシブ、そして、サステナビリティ、コミュニティエンゲージメントなど多様な要素が加わっています。美術館の社会的な役割も確実に拡大しています。これからの現代美術館は、多様な人種、民族、ジェンダーなどから生まれる豊かな文化や歴史を紹介し、知らない世界と出会い学ぶ場になるという役割がより求められるでしょう。これからの時代を担う若い世代の皆さんにも、現代アートを通して世界と触れる機会をぜひ増やしていただきたいと思っています。今後の森美術館の活躍にもご期待ください。また森美術館で皆様とお目にかかれることを楽しみにお待ちしています。